どうも、M モータースバンブーと申します。この車は三菱アウトランダー PHEV の GG3W です。この車、オートドアロックがついてません。小さい子供なんかがドアを勝手に開けてしまうという事故を防ぐことができるオートドアロック。今回それを後付けしたいと思います。それでは行ってみよう。使うのはこちら。OBD 車速連動ドアロックユニット、インテリジェント OBD コネクトシステムシリーズです。いろんな車種用があるので、気になる方は下の概要欄を見てください。今回は三菱アウトランダー PHEV に取り付けます。はい、では内容物の確認をしてみたいと思います。本体、OBD 接続用配線、車両接続用配線とこの取り付け説明書です。まずは本体です。まあ、思ったよりちっちゃいと思いました。このディップスイッチで設定を変えれるようですね。次に車両接続用のハーネスです。これは配線が2色ありますが、説明書によると集中ドアロックスイッチアンロック信号側と集中ドアロックスイッチロック側信号を取るみたいですね。で、最後にこの OBD からの配線です。それでは早速取り付けを開始したいと思います。まず説明書をよく読みます。取り付けとしては、この線をつなぐのと、これを OBD のコネクタにぶち込む。ただそれだけのようですね。一通り読んだので取り付けを開始します。運転席の足元付近に全て集まってるようなので、外すのはとりあえず運転席の足元だけで良さそうです。まずシートを下げて作業エリアを広くしたいと思います。シート位置が変わると後々調整がめんどくさいのでマークしておきましょう。ここを基準に Yes。 このカバーを外す必要があるんですが、このカバーを外すためにはここを外さないといけません。これはもう引っ張るだけです。ここが取れたらここを外します。このカバーはこの辺にクリップと、ここの奥がこんなので止められてます。ここを取ったら同じように引っ張ります。おっと、その前にこの上側を外さないといけません。こういうクリップが5箇所ぐらいついているので、これを外します。このグルッポイントの鉄製のなんていうんですかね、リムバー、先端めちゃくちゃ薄くて強度あるんでおすすめです。クリップを全部取ったらここで外れます。はい、取れました。で、このカバーを外します。はい、取れました。このカバーはこことここの2箇所にクリップがあるので、それを外しましょう。はい、配線が見えてまいりました。
OBD コネクタはここにあります。なのでこの OBD コネクタはここに取り付けるだけです。さて配線です。配線ですがこれですね、このコネクタです。左列上から6番目と5番目、6番目が黄色で5番目が灰色です。見てみましょう。はい、1,2,3 で4番目が開いて、5番目が灰色、6番目が黄色、説明書通りですね。ではこの灰色と黄色にそれぞれの配線を接続していきます。接続に今回使うのはこれ、バチンと挟み込んで接続するやつを使います。これよく見てもらうと分かるんですが、こっち側は貫通してます。こっち側は行き止まりです。なのでこの行き止まりの方をまずこの配線につけます。はい、ではもう一個も、はい、これで配線の準備ができました。ではこの灰色と黄色につないでいきます。ここ間違えると絶対失敗するんで気をつけてください。黄色に紫です。黄色に紫、はい、できました。灰色にオレンジ、はい、できました。ではこの本体をどこに取り付けるか、このメインハーネスに縛ります。使うのはもちろんタイアップ。まずは配線を接続します。 OBD コネクタも接続します。で、これをこのハーネスで縛ります。ここ貼り付けれそうなんで両面テープで貼り付けます。使うのはこれ、スコッチのプレミアムゴールド。まずは脱脂します。次にこの本体に両面テープをセットします。はい、つけました。そしたらで貼り付けていきます。はい、貼り付けました。で配線は邪魔になるので、タイアップで止めます。はい、これで取り付けは完了です。早速動作確認してみましょう。はい、では動作確認します。まずスイッチオン、
今はドアロックアンロックです。ドライブに入りました。サイドブレーキを解除します。では発進。閉まりました。約15キロでロックです。サイドブレーキをかけるとアンロックされます。では行きます。完璧です。動作確認完了。ではここを元に戻していきたいと思います。組み立ては分解の逆です。まずこのカバーを、はい、クリップ1箇所2箇所はめて、このキャップを取り付けます。次にこの天井のカバー、これを元通りに取り付けていきます。外すときと違うのはここに OBD コネクターがついているので、これをうまくかわして取り付ける必要があります。はい、クリップを全部つけました。で最後にここです。ここはもう押し込むだけ。はい、完了です。シート1を戻します。元通りのシート1になりました。集中してやれば30分ほどで取り付けできると思います。ではまた。最後まで見てくれたあなたは最高にクールです。1ミリでも興味があるか、応援してもいいよという方はチャンネル登録よろしくね。それではまた遊びましょう。バイバーイ。